はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は他人の気持ちについて話をしていこうと思いますね。相手の立場なんか立つことできるか、心の叫びっていうところなんですが、これ何の話かっていうと、よくある話なんですよね。うん。で、よくね、まあ、社会人になってとかね、それからまあ小学生とか中学生の頃に喧嘩とかをして相手のことをまあちょっと暴力振ってしまったりとかいじめたりとかすると、まあ、相手の立場に立って物事を考えなさいとか、相手に興味を持てば自然とできるとかね、相手の立場に立って考えることがなんてことを言われるんですけど、そもそもね、それができてないように見えてるって何なんだろうなっていう話なんですけど、それできてないのかっていうと、できてないこともないと思うんですよね。うん。で、こういう指摘をしてくる人たちって大概、じゃあ例えば僕、まあ僕もよくその社会人になりたての頃とかって人からそういう指摘めちゃくちゃ受けたんですけど、それを言うってことは、じゃああなた人の立場に立って物事考えられるんですねと、じゃあその立場に立った考え方を教えてくださいって言っても教えられないんですよね。なぜかというと自分たちもできてないから、できてないことを人に要求してるわけなんですよ、こういう発言をする人たちっていうのは、うん、っていうのは思ったりするんですけどね。だからまあ下にあるように、まあ、僕たちのことを考えての発言なのって、まあ皆さんのね、この動画を見てる方の中にもしかしたら、ああその指摘受けたことあるあるっていう方の中にですね、そういうけどあんたこそどうなのっていうと、指摘する人の方ができてないよねって思えることもありますよねと。まあ、ただ今日は愚痴ってても仕方がないので、他人のことを考えられるようになるためには、まあ、きっかけを作りましょうということをお話ししていこうと思います。で、発信元は一体どこかっていうと、とあるコラムニストの方のお話なんですね。で、その方に関しては本が好きでよく書店で買って帰るっていう、まあ、習慣があるんですけれども、まあその度にね、あの家族からほんまに本好きやなあんたって言われるんですよ。で、毎週確かに増えていく本棚の本は、なんかよく見ればね、あの似たようなテーマが揃っているということならしいので、まあ、確かに指摘されれば確かにそうやなっていうところはあるんですけど、まあ、本のいいところっていうのは、インターネットと違って、まあ、僕も本好きなんでよく読むんですけど、余計な情報入ってこないっていうところがいいなと思うんですよね。例えば、まあ自分の興味のある分野がこれこれありますと、例えば進化心理学に興味があるとかね、それからまあ株について興味があるとかっていうなった時に、自分の興味ある分野のみに言及されてるんですよ。インターネットって何かしらやっぱりこう関連する記事とか広告とかっていうのが入ってくるんで、ついついそっちに気が入って全然違う情報が頭に入って集中しきれないっていうことがあると思うんですけど、まあ、本はそういうことは起こらず集中して読むことができるっていうのがまあいいポイントだよねと、まあ、そのコラムニストさんも好きなポイントですというふうに書いてます。その一方でネットのような他の情報っていうのも混ざってくると、まあ、自分が欲しい情報以外のものも手に入ってしまいますよねと。で、思いがけない情報がチャンスをもたらすこともあったりするんですよ。余計な情報じゃなかったりするというパターンなんですね。で、何気ない文章が、まあ、一言入るだけできっかけになることもあれば、それが、まあ、人生において大きな価値観を変えることがあるということなんですね。で、これに関しては単なるその一文だけではなくって、人から言われた場合も同じだったりすると思うんですね。なんか恩師から言われた一言でオリンピックを目指すようになりましたとかね、うん、で、過去を振り返れば皆さん自身ももしかしたらそんな経験があるかもしれないと。で、今日はそのコラムニストさんの衝撃的な出会い、この人からまさしく言われた一言によってこう他人のことを考えるっていう話になりましたと、あ、気持ちが分かるようになりましたっていうお話を進めていきます。で、何かっていうと、小学生の6年生の頃のお話なんですが、自分が他人からどう思われているのかっていうことを小学校6年生なんかっていうのは当然考えることなんかないじゃないですか。もう目の前に起こっていることだけ、もう日々の勉強とか友達と遊ぶとか、そういうことがもう全てですよね。で、自分の耳に入ってくる情報だけが全てと、まあ、確かにそう考えると余計な雑念とか情報が入らないから、まあ、ピュアといえば聞こえはいいと思うんですけど、まあ、ある意味その自己中心的な子供とも言えるんですよね。で、そのコラムニストさんに関しては、その僕は自己中心的な子供やってっていうお話だそうです、うん、で、ある日のことなんですが、仲良くしてたね、そのコラムニストさんが仲良くしてた女の子から衝撃的なことを聞いたんですよ。何かっていうと、 A ちゃん一番嫌いな人あんたなんやってって、俺嫌われてたみたいな話で、まあ、A ちゃんっていう子はそのコラムニストさんからすると特別別にまあ仲のいい子でもなかったんですけど、まあ、その子から聞かされて初めてその嫌われてるっていうことを知ったんですね。で、その誰かが自分のことを嫌いっていう隠れた感情があるっていうことに衝撃を受けたっていうお話なんですよ。じゃあその A ちゃんとの関係って一体何なのっていうと、なんかこう A ちゃん以外で意地悪なことを
そのコラムニストさんに対して言ってくる人っていうのは周りにたくさんいたんですよ。ね、まあまあ、典型的な悪口で言ったら、お前の母ちゃんデーベーそうとかそういうのね、そういうことを言われたら、そのコラムニストさん自体は言ってきたやつに対して反論をしてたんですよ。ところが A ちゃんに関しては特別関係があったわけじゃないので、そのやり取りとかっていうのはこれまで一切なかったんですよね。だから何のやり取りもないので、 A ちゃんとのその関係性の中でコラムニストさんのことを好きとか嫌いとかっていうのはないと思ってたんですよ。というより、もうそのそもそも A ちゃんとの接点がないから、感情が現れることすらないよね、その好き嫌いとかっていうのをと思ってたんですよ。ところが、まあ、振り返ってみれば、当時その周りが意地悪なことを言ってくるから、自分もそれに対して言い返していたっていうことがきっかけで、ところがまあその言い返してただけだから、別に嫌われるなんてことは微塵にも思っていなかったんですけれども、例えば友達から無視されたら無視し返すとか、まあ嫌なこと言われたら嫌なこと言い返すみたいなことをこう目の当たりにしたのを見て、まあ目の当たりにしたところで、わっ、コラムニストなんか嫌やなっていう感情を覚えてしまったんじゃないかということなんですよね。うん。当然その無視されたら、無視されたことに傷つきますし、人って嫌なこと言われたらその中身に気づくこともありますよね。で、それでもまあ無視するということは、もう僕のことが嫌いなんだなとか、嫌なことを言うっていうのは嫌なこと、僕が嫌なんだなっていう、その相手の気持ち、A ちゃんの気持ちっていうのを想像することっていうのはなかったんですよ。で、相手の気持ちを考えたことがない人間っていうのは、当然自分じゃないや、相手が自分のことどう思ってるかなんてことを考えるなんていうのは想像力及ばないに決まってるじゃないですか。それがコラムニストさんの場合は A ちゃんのことがきっかけで、まあ、A ちゃんに嫌われてるねことを知って、初めて、あ、自分を他人での目線で見るとこういうことなんだっていうことを知ったと。これが初めて他人の立場に立つということを、まあ、肌身で感じた経験だということなんですね。で、意識することで他人から見た自分が一体どうなのかっていうのが、まあ、なんとなくなんですけど、まあ、見えるようになってきたよねっていうことなんですね。うん。で、よく言われるのが、他人の視線を気にするな、目線を気にするな、なんていう、まあ、こんなアドバイスで世の中溢れ返ってるんですよ。ということは、それだけ周りの目線が気になるっていう人が多いとも言えると思うんですね。言い換えれば、他人の視線が気になる人っていうのは、他人の視線をちゃんと気にすることができる人っていうことなんですよ。全く意識していなかった人からすれば、他人の視点に気づくだけでも、ね、あの人がこう思ってるとか、こうしてほしいと感じているとかっていうことを、こう自分の中で解釈できるだけでも大きな進歩を遂げているって誇ってもいいと思うんですよね。で、このことっていうのは、その持ち合わせているなんかその経験とかじゃない、持ち合わせているその能力とか性格上で持っているものじゃなくて、何かきっかけがあった時に気づくものなんですよ。今回であれば、まあ、人から言われて初めて気づいたってことですよね。で、それが人によっては本を読んだ時に書いてた一節で気づくこともあれば、映画を見た時に主人公が言った一言とか、まあ、誰かがこんな動作をしてたみたいな所作を見たっていうとこ、そのちょっとした積み重ねによって気づくことができるっていうことなんですよね。だから他人の目っていうのは大いに気にしても問題はないと思います。で、それっていうのは決して怖いものなんかではなくって、相手を成長させたりとか、ああ、相手じゃない、あなたを成長させたりとか、それから新しい気づきを与えるきっかけになるということなので、まあ、見える世界とかできる世界っていうのが広がっていくものになりますので、ぜひそういった体感をしてみていただけたらいいのではないかなというふうに思います。だから他人の気持ちを考えよう考えようっていうふうに、なんか頭悩む、って悩ますくらいだったら、いろんなことにチャレンジして手を出してみて、で、世界の広がりっていうのをしていく方がいいというところのお話でした。ということで、本日の動画は以上です。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。